ジャナカが、ラーマ王子と彼の父親を迎え入れる図。ジャナカは、インド神話の登場人物。ジャナカは、インドの女ジ,ジシ、ラーマーヤナの登場人物。イクシュバークの子ニミに由来するミティラーの王で、耳の同盟の息子、ジャナカから数えて二十代目に当たる。弟のクシャドバジャは、サンカーシュヤの王。また彼の二人の娘シーター、ウールミラーは、それぞれアヨーディアーの王子、ラーマ。 ラクシマナの妻となった。ジャナカの家系には、ラクシャの祭子に由来する芝神の弓が伝えられていた。その弓を、サンカーシュや王のスダンバンが奪おうとした。ジャナカはこれを拒んだため戦争となり、ジャナカはスダンバンを倒した。そして弟のクシャドバジャをサンカーシュやの王とした。ある時ジャナカが祭壇を作るために大地を好きで、掘り起こしていると、土の中に一人の少女を発見した。 ジャナカは彼女にシーターと名付け、娘として養育した。ジャナカはシーターが成長すると王家に伝わる芝の弓二弦を張り得る者に娘を与えると誓った。ところがどんな求婚者も芝の弓二弦を張ることができなかった。求婚者たちは怒って団結し、戦争を起こしてシーターを奪おうとした。ジャナカは一年の間交戦したが、次第に配色が濃厚となり、 かつ望みがなくなったとき、神々に祈りを捧げた。すると、神々は天の軍勢をミティラーに使わし、ジャナカに勝利を与えた。後に、ラーマ王子がビシュバーミトラの導きで、シバの弓に挑戦したが、ラーマは弓に弦を張るどころか、ま、うたつに折ってしまった。そこで、ジャナカはシーターをラーマに嫁がせた。ありがとうございます。